さんの頭に缶をつけてそれを落とすっていうシミュレーションを今回したいなってこのスタジオ内で思います。ちょっと膝を曲げていただいていいですかね。危ない難しい。いや私じゃあダメそうだったので、うん、加藤志保さんに。あなるほどなるほど。いますよ。あ落ちた。じゃあ続いての競技はフリスビードッグです。なんかシミュレーションをしたかったんですけど、このスタジオにワンちゃんを連れてくるわけにはいかなかったので、うん、犬役を春日さん。なるほど。それで若林さんがフリスビーを投げてそれを春日さんが口でキャッチしていただこうと思います。準備ができたようなのでフリスビードッグの老犬だ。老犬誰がベテランフリスビードッグ。かっこいい。おお。落ちるね。おお。くそ。いけなくない。あ取れちゃう。あ取れちゃう。引く。めっちゃ面白い。手先が太かったからさ。ああ。なんか同じ絵なんだよ。ベテランフリスビードッグの伸びしろがこれ以上見込めなさそうなのでプレゼンへ戻ります。最後の競技がそれでは参りましょう。プレイビー。